辻のぞみ、ビーファースト、リュウヘイとの交際に酔わせ容認で娘を芸能界デビューさせる真相がやばい。娘のインスタ解説でフォロー呼びかけに驚愕。こんにちは、芸能ダイヤです。タレントの辻のぞみさんが1月19日に自身の YouTube 辻チャンネルを更新し、ファンからの質問で5人目出産の可能性を聞かれ、考えを明かしました。動画では自宅ランチを楽しみながらインスタグラムで募ったファンからの質問に答えていった辻さんですが、その中で5人目は考えていますかという質問が寄せられると、もう1年半くらい前からずっと考えているんですけど、欲しいと思ってる時にやっぱりできないものと複雑な表情で告白し、だから授かるっていうのは本当に奇跡なんだなって思ってますともコメントしています。また4人の子供たちがどんどん成長し、5歳となった末っ子コア君に手がかからなくなりつつあると明かし、10代は仕事して20歳で出産して、そこからずっと子育てしてたから寂しさがやばいんですよと、子供たちが独り立ちした後の生活を想像しながらコメントしています。自身は子育てが忙しかったこともあり趣味がないそうで、子供の手が完全に離れたら何しようって感じと明かしました。さらに授かればいいなと、5人目妊娠について意識し始めたのは2年も前であるとも告白し、別のファンから5人目産む予定はという率直な質問が届くと、もし授かれるのであれば喜んで出産したいなと思ってますと答えています。また夫のタレント杉浦太陽さんについては、子供や辻さんのことが大好きで飲みに出かけることもほぼなく、仕事関連の付き合いで出席しなければならない場合もある程度の時間で帰宅し、朝帰りは一切ないとのことです。夫や父親としてダメポイントがそんなにないと感心しながら、たーくんと結婚してよかったと幸せそうに語りました。ファンからは5人目欲しいって思えるのもすごいし、家事育児仕事しっかり両立できてるのも尊敬です。5人目のお子さんのことなんてとてもナイーブな質問なのに、まっすぐ答えてくれる辻ちゃん優しすぎる。辻ちゃんと太陽さんのもとに可愛い赤ちゃんが来てくれますようにといった反響が寄せられています。2023年9月には夫婦で運営している YouTube たーのんチャンネルでも、杉浦さんから、あれだけ大変やと思っても5人目欲しいと思ってんねんもんなと聞かれると、そうねとうなずく一幕もありました。辻さんは2007年6月に杉浦さんと結婚し、同年11月に長女のノアさん、2010年に長男のセイヤーくん、2013年に次男のソラくん、2018年には三男のコウくんが誕生しています。そんな中、長女のノアさんは昨年25日に自身の SNS を更新し、手作りのクリスマススイーツを披露していました。お菓子やパン作りが得意というノアさんは、クリスマスタルト、トナカイチョコパイ、メリークリスマスと綴り、いちごや松ぼっくり風のチョコで飾ったタルト、トナカイ風の可愛らしいチョコパイをアップ、調理の様子も掲載。見事な出来栄えに母の辻さんも反応し、インスタグラムのストーリーズで娘の投稿を紹介すると、1いいねさせていただきました、ぜひ見に行ってみてねとアピールしていました。ノアさんは21年9月にインスタグラムを開設し、手作りのスイーツ投稿がお店レベル、パティシエなどとネットで話題になり、フォロワー数は1月23日現在で47万人に達しています。そんなノアさんですが、7人組ボーイズグループ BE:FIRST の最年少メンバーリュウヘイさんと熱愛写真動画の流出疑惑が浮上していることを、ウェブ版フライデーデジタルが取り上げ波紋を広げています。フライデーデジタルは、リュウヘイさんとの熱愛疑惑が浮上している女性について、元アイドルの長女 B さんとし、リュウヘイさんと思しき男性が女性の肩に手を回したり、2人が抱擁している写真やツーショット動画などが流出し、 BE:FIRST のファンから悲鳴が上がっているとしています。 B さんはもともとリュウヘイさんのファンだと公言していて、さらに同年代であるため意気投合した可能性があるようです。紅白に出場してファンが歓喜していた直後に流出疑惑が起きたため、
ファンは奈落の底に突き落とされた気持ちのようです。と説明しています。また、母親の元アイドル A が YouTube で交際を匂わせる行動をとっていたと指摘し、動画を見ると A が、それは出せないんじゃないですか?と言った後、誰かが画面上に、竜兵と書かれたキーホルダーのようなものをアップで映り込ませていました。A が、見えたかな?と笑っていて、横から別の女性の声で、これはやばいわ、と言うと A も笑顔になる、という動画でした。この動画についても、B さんが竜兵さんのキーホルダーをあえて映り込ませたとしたら、交際を誇示していることになり、ファンの心情を逆なでするでしょうね。SNS ではこの動画が拡散され衝撃が走っています。もし、この二人が交際しているのであれば、この動画を見る限り、親公認である可能性もあるとも語っています。これに対してネット上では、箱推しだけど B ファオス気持ち落ちたもんな。紅白前に知りモヤモヤして全然紅白を楽しめなかった。今回のことで今まで見たく、B ファーストの音楽が楽しめなくなってしまった。などの声が上がっています。ネット上で飛び交っている情報によれば、竜兵さんとの交際が疑われている女性は、元、モーニング娘。の辻さんの長女で、現在高校1年生のノアさんのようです。気になる写真や動画の流出元は、竜兵さんがプライベートで使用している、インスタグラムの裏アカウントなのではないかと噂されています。ノアさんは辻さんと、父親で杉浦さんのブログやインスタグラムで、たびたび写真が公開されているものの、顔出しはしていません。流出した写真には、辻さんがプロデュースするスキンケア商品や、親子揃ってハマっているという、サンリオのキャラクターグッズ等が映り込んでおり、それによって女性はノアさんなのではないか、との憶測が飛び交っています。また、辻さんはこれまで、ほぼ毎日のようにブログを更新していたものの、元日に記事を投稿後に突然更新がストップし、9日まで1週間以上も更新をしないといった異変があり、この騒動との関連を疑う声もあります。家族揃ってベスティであることを公言し、YouTube などではダンス動画を公開するなどしていて、BE:FIRSTのファンからも好意的に受け止められていたのですが、交際疑惑が浮上したことで物議を醸しています。ただ、現時点で、竜兵さんとノアさんが交際しているというのは憶測に過ぎず、真偽のほどは定かではありません。BE:FIRSTの人気、知名度が上昇する中で、グループのプロデュースを手掛ける、AAA、SKY、HIさんのパワハラ疑惑に続き、メンバーの女性スキャンダルが出たことで、グループ全体のイメージ悪化が懸念されます。この件についてそれぞれが完全スルーをしていることで、ファンはやきもきし、ネット上では怒りの声などが上がり続けています。もしファン等の間で飛び交っている情報が、事実でないのであればきっぱりと否定し、ファンを安心させてあげてほしいと思います。また過去の話になりますが、長女、ノアさんのインスタグラム開設が話題にもなりました。辻さんと杉浦さんが、ブログやインスタグラム上で告知しており、ノアも SNS に興味を持ち始め、夫婦とノアとで何度も話し合い、この度インスタグラムを始めることになりました。ノアが好きなものや興味のあること、主にパン、お菓子作りが好きなので、ノアが作ったものなどをマイペースにですが、アップしていけたらと思っています。ノアのインスタグラム、良ければフォローしてもらえたら嬉しいです。と綴っていました。そして最後に、インスタを始めるにあたり、いくつか先にお伝えさせていただきます。芸能の仕事をすることに関しては今のところ未定です。顔出しに関しても今のところする予定はありません。DM は見ることはできません。と注意書きしており、芸能界デビューを見据えてのものではないようです。そして、両親の告知もあって、ノアさんのインスタグラムはフォロワー数がぐんぐん伸び、開設発表から1日足らずで、フォロワー数は8万人を突破しています。これに対するネット上での反応を見てみると、親がお知らせなんかしない方がいいのに、まあ、お知らせしてフォローを呼びかけるあたり、そのうち芸能界入るつもりなんだろうと思う。名前言わずに普通に娘さん個人として解説した方が良かったのでは?娘さんが、イメージだけで誹謗中傷の対象にされなければいいが、まだ小さいんだし、辻さんも良き母だし、などと否定的な声が多く上がっており、
アカウント開設の告知をめぐって物議を醸していました。ノアさんが中学2年生となったことで SNS を始めるというのは理解できるのですが、芸能界入りは未定としながら、両親が大々的にアカウント開設を告知して自身のファンにフォローを呼びかけるというのは理解しがたいですね。一般人のノアさんが単に趣味の投稿をする程度であれば、わざわざフォローを呼びかける必要もないため、辻さんと杉浦さんがブログなどでインスタグラム開始を告知した理由は、話題作りや今後の仕事に利用しようとしているのではないかと思ってしまいます。また現時点では芸能界入りは未定としていますが、はっきりとは否定しないところから、芸能活動を今後始める可能性はゼロではなさそうで、インスタグラム開始は芸能界デビューの布石なのかもしれません。ノアさんは以前から辻さんに顔がそっくり、可愛い等と絶賛されており、芸能界入りするのであれば親子共演などいろいろと楽しみですが、果たして今後どうなるのか注目ですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら嬉しく思います。それではごきげんよう。